が早く終わったわ。やっと春休みだね。だな。もうママ帰ってきてるかな。進行オーライ。2011年3月11日14時46分ふっ、地震発生、緊急停車します。結構でけえぞ。ああ、もう終わりよ。じゃあ、ああ、ただいま地震が発生しております。吊り革や手すりにつかまって転ばないようにしてください。うわ、怖いよ。旅客指令より運転手さん取れますか。はい、こちら下り列車、トンネル付近のカーブにて停車中です。現在大津波警報が出されています。これから避難案内をしますので落ち着いて聞いてください。承知しました。近くに高台となる小学校があります。お客様を電車から降ろして誘導をお願いします。承知しました。くれぐれも落ち着いた対応をお願いします。はい、皆さん聞いてください。え、現在大津波警報が出されています。なのでこれから近くの小学校へ避難をします。落ち着いて僕の後に続いてください。ん、皆さん足元に気をつけて進んでください。よいしょ。ママ、ちょっと運転手さん。はい。あんた地元はこの辺かい。いえ、東京ですが。やっぱりか。え、俺は生まれてから65年東北にいんだけど、電車に残った方がいいと思うんだ。どうしてですか。高台の小学校に行くまでは低いとこも通らねえとなんだ。東北にずっと行っけど、あんな津波は見たことねえ。あ、低いところを歩いてる間に津波に飲み込まれるかもしれねえぞ。でも電車に戻った方が安全だ。あそこなら山が津波から守ってくれるはずだ。不安な気持ちはわかる。だがここは俺を信じてくれ。わかりました。皆さん列車に戻りましょう。本当に大丈夫なのかい。避難した方がいいって。そうだよ、高台の方が安全だよ。ママ、皆さんが不安な気持ちも十分わかります。こんな状況誰も経験したことがないんです。だから今はここにいる皆さんの協力が必要です。地元のおじさんを信じて列車に戻りましょう。津波により町が飲み込まれています。数十メートルの津波が今も町を襲っています。もうダメかもね。そんな、もしものために遺書を書くわ。怖いよ。やばいな、すぐそこまで津波が来てる。旅客指令から運転手さん取れますか。はい。本当にいい判断でした。どうしたんですか。避難先の小学校が津波に飲み込まれました。え、そのまま車内で待機をお願いします。わかりました。おじさん、まずは助かったな。本当に皆さんの命が救われました。何言ってんだ、信じてついてきてくれたみんなのおかげだよ。はい。まだ安心するのは早いぞ。みんなで乗り越えよう。そうですね。ママは大丈夫かな。大丈夫だよ、必ず会えるからね。うん。僕みかん食べるかい。うん。俺もちょうど弁当買ってたからよ、みんなで食ってくれよ。ありがとう。私たちも買ってたお土産あるから、よかったら好きなもの食ってください。皆さん、ほうれい、金さんも食えよ。ありがとうございます。車内ではみんなで食べ物を分け合いながらいい状態を保っていたそうです。東北の3月ということもあり極寒だった。暖房も使えない中、隙間風が来ないよう新聞紙やポスターで隙間を埋め、みんなで乗り越えようと協力したそうです。え、なんだ、怖いよ。どうしたんですか。子供を探しに来たんです。もしかして、ママ、宗介、ママ怖かったよ。宗介、すぐに来れなくてごめんね。ママ宗介、よかったよかった。この状況の中よくご無事で、線路をたどってきたんです。宗介が心配でおかしくなりそうで、気づいたら家を出てたんです。宗介くんは頑張ってましたよ。皆さん見てくれてありがとうございました。とんでもない、こんな状況なんだ、みんなで乗り越えないと。そうね、うん、皆さん心を強く持っていきましょう。人は信じられないことでも何とか乗り越えようとする生き物です。絶対に希望を失わずに戦いましょう。皆さん、これから線路をたどって避難所へ向かいます。極寒の車内の中20時間以上も一人も欠けることなくいられたのは、皆さんの協力と絆のおかげです。みんなが運を持ってたんだな。本当に奇跡的に助かったよ。そうですね、
辛かったけど、優しいみんなのおかげで乗り越えられたよ。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとう。大変なのはこれからよ。間違いない。でも東北の絆、日本の絆で乗り越えていくしかない。では皆さん行きましょう。はい。あれから13年。給料が少ねえからこんなもんしか寄付できねえけど、ありがとうございます。今も各支援団体の活動を支える寄付などが行われています。この岩手県釜石のホタテを売ってちょうだい。ありがとうございます。他にも東北の名産品や食品を購入するのも一つの支援の形と言えます。わー、綺麗になった。こっちもありがとうございます。ボランティア活動としても瓦礫の山から見つかった誰かの思い出の写真洗浄などできることはたくさんあります。東日本大震災から13年が経った今でも支援を必要としている人がいます。一日でも早く復興が進むよう一人一人ができることをやってみましょう。 3.11 この日を決して忘れてはいけません。